今日はとっても天気のいい朝なのです。こんな日はとびっきりのおしゃれをしてお出かけしたいのです。今日はどんなお洋服を着てお出かけしましょうかね。素敵なお洋服を着たら素敵な出会いが待ってるかもなんて。このお洋服はどうでしょうか。ピンク色でキラキラでとっても可愛いですよね。お着替えしてみますよ。どうでしょうか。このお洋服よりもこっちの方がいいでしょうかね。緑色のとっても素敵なお洋服です。お着替えしてみるのです。どうでしょうか。似合いますか。ちょっとだけサイズが合わないみたいなので、こちらもお洋服にお着替えしてみましょう。これはとっても大人っぽいお洋服なのです。ゴージャスなのです。このお洋服にお着替えしてみるのです。うわー、私のスカートともぴったりのコーディネートなのです。こちらのお洋服はどうでしょうか。こちらのお洋服、すっごく大人っぽいのです。ブルーのキラキラしたお洋服、素敵なのです。お着替えしてみるのです。うわー、とっても大人っぽいのです。今日はこのお洋服でお出かけしてみるのです。お天気のいい日にお外を歩くのはとっても楽しいのです。うわぁ、なんて可愛い子なんだ。あなたは誰なのです。俺の名前はジュリオ、覚えてもいいよ。ジュリオさんですか。そう、君の名前は。私の名前はキュアマシェリなのです。キュアマシェリか、すっごく可愛いね。そうですか、ありがとうございます。そんなこと言っていただけるなんてとっても嬉しいです。ねえねえ、キュアマシェリ、もしよかったらこれから俺とお出かけしない？え、お出かけですか。もしやこれはモテモテキュアマシェリの一日というお話なのではないでしょうか。だとするとこの方だけではなく他の素敵な男性も現れるはず。ちょっと待ってみましょう。おい、なんやなんや、キュアマシェリ大丈夫か。あ、ハリーなのです。なんや、この変な男に絡まれてるんか。変な男とは失礼だな。お、キュアマセリ今日めっちゃ可愛い服着てるやん。すっごく似合ってるな。あ、ありがとうございます。なあなあ、もしよかったらこれから俺と公園で遊びに行かへんか。公園ですか。楽しそうですね。ちょっとちょっと、そこの変なお兄さん、キュアマセリをデートに誘ってたのは俺の方なんだけど、ちょい待ちや、怪しいやつ。キュアマセリは俺と公園に行くんや。ちょっと待って、キュアマセリは俺と、うわわわわわ、私をめぐって大混乱なのです。モテモテなのです。ちょっとちょっと、何してるの。ねえ君、大丈夫、怪我してない。ありがとうございます。困ったことはない。実はモテモテで困っていたところなのです。
君って面白いね。なんやなんや、突如現れたイケメン、なんだか王子様みたいだね。君の名前は？キュアマセリなのです。キュアマセリか。もしよければこれから一緒に美味しいスイーツ食べに行かない？スイーツ大好きなのです。よし、じゃあ一緒に行こう。はい、なのです。行ってしまった。俺ら振られてしもうたな。俺らモテないんかな。そんなことはないと思うけど。あ、そうだ、動画を見てるそこの君に答えてもらおう。ねえねえ、動画を見てるそこの君、俺とハリーどっちの方が素敵だと思う？仮面をかぶったこの俺かな。俺がいいなって思ったらコメント欄に一番って書いて教えてね。おしゃれで優しいイクメン、ハリー様がいいなと思ったら2番って書いて教えてな。そしてキュアショコラがいいなと思ったらコメント欄に3番って書いてね。動画を見ている天使たちのコメントお待ちしているよ。お前も出てくるんかい。いいねマークも押してくれると嬉しいのです。それでは今日はこの辺で、じゃあね、バイバイなのです。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、 YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日2本も見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん、おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしくメリ。